いやー、ちょっと信じられない結果になってしまいましたね。ユースオリンピック。はい、あのー、男子ショートです。いやー、ちょっとショックです。はい、うん。えっ、ー、と、1位はアメリカのジェイコブです。76.38ですね。この選手は、まあ、非常にこう、雨に歌えばっていう曲なんですが、衣装がまあセクシーな感じで、ちょっとこう、なんか、 はい。まあでも後半ね、また盛り上がるんで、まあ衣装の意味がわかる、わかる、ちょっとわかるんですけど、はい。まあ非常に力強いね、あの、まあ、新世代を予感させるような演技だったなと思いますね。まあ彼はジュリアングランプリも見てきたんで、どういう演技をするかって大体わかってたんですけど、まあ結構今回はジャンプ、トリプルアクセルも含めて3-3もね、決まってよかったなと思いましたね。はい。力強い演技で迫力ありました。 はい。で、2位が、スルバキアのアダム・ハガラですね。素晴らしい演技です。75.06ですね。ハガラくんはもうなんか、すごい自信持って滑っていたなっていうのがあって、本当に演技が途切れることがなかったですね。あの、技をやっても、その技も演技の一部、ちゃんと演技に溶け込んでいて、すべてがこう、あの、一体、 となっていたので、非常にそれが良かったなと思いました。まあトリプルアクセがちょっとバランス崩しかけたんですけど、まあなんとかね、良かったなと思います。スピンも素晴らしいレデで、75.06で1位とさ、ほ当と、ほとんどありませんね。はい。もう個人的には、アダムくんは、 あの、ま、75点で、ジェイコブとは一点差ちょっとなんですけど、ま、アダムくんの方が安定感あるんですよ。フリーとかね。だから、ま、この、ジェイコブの方が安定感があんまりないと思うんで、ぶっちゃけ、ちょっとま、フリー、アダムくん、アダムくんの方が有利かなっていう気はしてます。はい。まだちょっとどうなるかわかりませんけどね。うん。で、サイが、えっと、韓国のキム・ユン・ギョン。 ですね。69.28ですね。はい。まあ、彼、選曲がすごい素敵な曲で、まあ、これ、音楽なしでは生きていけないっていうかね、そういうメロディーなんですけど、 素晴らしい選曲だなと思いますね。という風に今シーズンずっと思ってました。で、ただトリプルアクセルがまさかの転倒で、まあ、地元韓国ということもあって、ちょっと緊張感があったのかなっていう感じで、まあ、最初はちょっと硬くなっちゃって転倒があったんですよね。はい、69点で、まあ、それ以上、それ以外は良かったなと思います。まあ、いつも通りでしたね。うん。はい。 そして4位がニュージーランドのヤーホーリーですね。この選手は今季特に花開いてる選手で、本当まあ、ジュリアングランプリファイナルだったかなでもメダルを取ったんだっけ確か。あれ待って、違うな。ね、なんかメダルがあったと思うんですよね。で、えっと、本当に今年、まあ、ジュリアの中でかなりこうね、まあニュージーランドというの本当にね、すごいですよね。あんまり聞かない。 フィギュアスケート効かないし。その中からのこの活躍ですね。今後も期待の天才スケーターですね。トリプルフリップ、トリプルトーがちょっと回転が二つ目怪しかったように見えたんですけど、まあ一応なんとかま,まとめたと思います。まあ演技力、すごいかっこいいですね。はい。で、まああの、はい。えー、68.01で、まあ4位ですね。3位と三があんまないですね、うん。まあトリプルアクセルはないんですけど、一応まあなんとか。はい。 っていうう感じで、うん、えー、かっこよかったです、はい。で、5位が中国のティアントングですね。この選手も滑りが非常に巧みなスケートをする選手で、はい良かったなと、この選手もジュリアン・グランプリで多分見たと思うんですけど、非常にこう巧みなねタイプのスケートですよね、えーあの。パトリック・チャンにタイプが少し似てるスケートかなと感じましたね。 はい。一応ジャンプは決めてよかったなと。まあスピンとかも、まあほんとスケーティングの面で非常によかったなと思います。はい。えー、そして6位がイタリアのラファエル君ですね。まあ個人的にこの子すごくいいなと思いますね。衣装がグレーの感じで非常にこう、まあコンテンポラリーな感じの動きをしていて、えー、最初から非常にすごい作品でした。あの、動きが難しい動きがいっぱいあって、 え、フラン、ラファエルくんしかできない動きがいっぱいあったなと思いますね。で、最初トリプルアクセルを決めてきていて、なかなか決まった姿を見てないんで、すごいなと思いましたね。ただ、その後のコンビネーションジャンプが3回転、3回転が3回転、2回転に抜けて GOE マイナス食らったのと、ルッツジャンプもね、ちょっと両足で降りてきてしまったんで、せっかくアクセル降りただけにもったいなかったなって思いますね。もうスピンとか、そういったステップとかも超一流のスケートだったんで、 はいまあ匠というか、本当奇抜であり、不思議でありね、ね面白いスケートするんで、まあ、フリー、ちょっと彼もなかなか安定感ないので、ちょっと自信あんまりないんですけどね、まあどこまでできるかなていうところで、ちょっと楽しみに見たいと思います。はいで7位がスイスのバ、えー、ブロフ君、61.97ポイントでしたね。 はい。で、8位が柿内春くんです。61.11でしたね。柿内さんはトリプルフリップ、トリプルトーがダブルトーになってしまったところがあったの、があったんですけど、あとキャメルスピンの足換えがちょっといつもいいスピードがなかったなって思いましたね。はい。ただ、まあ他がいつも通りだったらと思います。61.11で8位です。 で、9位が、イギリスのタオ君ですね。この子が一番最初のスケートだった、あの、一番か最初のカウスだったんですけど、結構存在感ある演技だったとは思いますね。えー、ラクマリリフだったかな ?59.49 でした。で、10位が、えー、グルジアの、え、コンスタンティン・スパータ・シビリ。58.48でしたね。まあ、うん、技術的なものは決めてきたっていう感じですね。 まあ演技力っていうところは、まあこれからになってくるのかなとは思いますね。まあいつも、まあそういうふうに思ってます。はい。はい。で、今が1位から10位ですが、なかなか中田りおくんを僕は解説してませんね。 いつ、一体、どこに行ってしまったんでしょうか中田遼君は。はい。そして11位がカナダのデイビッドリー君です。57.16でした。この子は、あの、本当に昨年から、まあ結構動きがいいなと思ってて、まあ、あの、アメリカのこのネイサン・チェンっぽい動きですね。髪型もネイサンっぽいし、スケート靴もネイサンっぽいですね。まあ同じメーカーかなうん。多分好きなんでしょうね。動きが本当ネイサン・チェン。うん。雰囲気もネイサン・チェンですね。はい。 あの本当57.16でしたけどまあ、ジャンプでミスがあってちょっともったいなかった2つミスがあったのかな確かね転倒があったんで確か2つともね確かもったいなかったですね、うん、動きは本当に巧みなスケートですねはい、えー、で12位がスイスの、えー、オーリリアンっていう選手で56.55ですね はい。そしてですね、なんとですね、13位に最終滑走の中田り央くんが沈みましたね。いや、もうすごいショック。55.59でしたね。ちょっとこの沈み込みは予想外すぎましたね。うんちょっと緊張感があったのかな。一番最終滑走,滑走だったんですけど、ちょっと、 うーん、まあ硬い。まあ、ちょっと動き悪かったかな。でもスピード感はあったと思うんですよね。まあ、最初トリプルアクセルがちょっと助走が短かったな。いつもの助走とは違かったなって思って、まあ、結構パッと入ったんですね。でもちょっと着地うまくいかず、まあ、回転も怪しかったかな。まちょっとまあそこはレビュー見ていかなきあれですけど。まあそれからまあトリプルトリプルはフリップ等非常に良かったと思います。流れもあったし。はい。 しかし、トリプルルッツが、ちょっとタイミング悪かったですね。シングルルッツに抜けちゃいました。うん、まあ、多分なんだけど、彼ルッツ苦手にしてますね。うん、あんまりやんないんで。まあ、フリップもそんなに得意じゃなかったんですが、今年からはね、まあフリップと三三入れる試合多くなってきたんで、まあフリップは克服してきたと思うんですけど、なかなかルッツがうまくいってないんですよね。で、ジュリアのカテゴリー、これルッツが必須になってくるんで、まあちょっと彼にとってみると、まあ、外れくじ。 ですよね。ループだ、ループだとまあ結構苦得意なんで、ループだったら彼はいけるんですけど、ルッツはちょっと苦手にしてるんで、悔しあの苦しいですね。はい。で、そこまでだったら、まだ、なんとか、まだ、まだそれでも結構まずいんですけど、その後のコンビネーションスピン丸々落としちゃいました。いやー、キャメルが入んなかったですね。抜けちゃった。うーん。まあ、これ多分コンビネーションスピンは0点ですね。だから4点ぐらい損をしたわけですよ。 はい。これはちょっとやってほしくなかったですね。うん。まあ、これがなければ60点は超えていたかなって思うので、まあ、ちょっとこれは印象悪くなっちゃう。演技も解切れてしまったんで、まあ、シリアスエラーもかけられたんでしょうね、きっとね。はい、えー。非常に大きな大失点をしてしまったということになります。で、その後、ステップシーケンスは良かったんですが、やっぱいまいちスピード感と、ちょっとインパクトが少しなかったなって感じますね。 うん、かなり厳しいスタートになっちゃいました55.59ですねはいそしてウクライナのウェ、えー、イデムくんノビコフさんが54.91ですね彼はねえっとビバ,、えっと、ビバルディの指揮でしたねでスウェーデンのエリアスが15位でラトビアのキリスくんが16位フランスの、えー、モティラーくん17位エストリアの、えー、マクト 1000個が47点台ですね。で、18位となりました。はい、という感じですね。はい。うん、まあ、ちょっと悔しいね。はい、まあ、うまくいかなかったですね。緊張感があったのかな。でも、緊張、うん、どうなんですか。唯一、うん、そうはね、緊張感があったかなって思いますね。はい。まあ、ちょっとそんな感じですね。ペアは4組、5組かな。4、5組しか出てなかったんですよ。 で、みんな40点届じてなくて、まあ、39点台くらいで、あんまり人もいなかったしね。うん。皆さんミスが多かったなと思いますけど、まあ、これからでしょうね。ペアとかね、やっぱり。まあ、ジュリアのうちはなかなか。でももうジュリア、ジュリアグラップよりもっと人がいたと思うんで、ちょっともうちょっと少なすぎたなとはちょっと感じましたね。はい。というわけで、以上です。ちょっと残念ですね。ちょ、ちょっと、うーん、残念すぎる。うん。はい。です。うん。